遅れてすいません、お疲れ様です。今日はペドロの2020年の春のプランの説明をしたいと思います。2020年春、全曲先行デジタルシングルカット4曲入り EP 小脳人間クラブが発売ということで、それに伴って全国10都市開催 GoTo ベタツアー連動系リリースです。小脳人間クラブ商品内容を説明したいと思います。新曲4曲収録、そしてライブ映像収録も入ってきて、ドッグインクラスルームツアー、ツタヤオーイーストなライブ映像も入ってきたり、あとはツアードキュメンタリー映像も収録、なんか80分も80分、そうですね、楽屋とかいろんなとこが見れたり、それにツアードキュメンタリーフォトブックです。100ページ、あのソッテーさんが撮った、予算大丈夫これですね、そしてライブ音源全曲初収録、そして4曲とすぐ返してくださいね、聞いてくださいね。日程です、はい、2月21日に第1弾楽曲が先行配信と MV ミュージックビデオが公開されます。明日じゃん、明日とか。そして、ね、3月6日にはスーパーズーズーシーが配信されます。3月11日には第2弾楽曲が配信とミュージックビデオ公開です。そしてそこからツアーが始まりますね、その次の日から。そしていくつかした後、4月2日には第3弾楽曲が配信とミュージックビデオ公開です。そして4月17日には第4弾楽曲、最後の曲が配信と YouTube ミュージックビデオ公開されます。なんと4月29日に EP 衝動人間クラブ発売日です。いい流れ、ありがとうございました。